こんにちは、はるです。今からオリーブヤングで爆買いしていきたいと思います。韓国に住んでたからその目線だったり日本人にとっておすすめのものを、ね、紹介したいと思います。それでは行きます。はるのはるはるは韓国に6年間住んでた私がマニュア向けの韓国グルメや美容医療、韓国最新コスメやスキンケア流行などを配信するチャンネルで、チャンネル登録してね。この2022年オリーブヤングアワードというその年の総まとめがポイントですね。マスカラ部門1位のこちらのクリオのキルラッシュマスカラ、絶対買った方がいいです。私は1号も2号も3号も全部使ったことがあるんですけど、今回はね2号と3号自分の好みで購入しました。本当にいいです。このマスカラめちゃくちゃおすすめですね。もう一度これ使ったら私日本のマスカラに戻れなくなっちゃって、9点でわざわざ購入したり、今回ね4本もまとめ買いしちゃいました。まず買って間違いないマスカラです。観光客にはちょっとハードルが高い、韓国語が読めないと買いづらいサプリもお任せください。韓国ドラマとか見てると分かると思うんですけど、韓国人サプリメント栄養ドリンク大好きなんですよね。これすごい高評価で、口コミなんと1万件あって星 4.8 評価でした。こうやってね下に液体が入ってて上に錠剤が入ってるボトルなんですけど、オレンジ系の甘酸っぱい味で美味しかったですね。チョンマルピゴナンのある花もぐみょんボチューマンヘヨっていうのは、本当に疲れた日に一つ食べるとちょっと耐えられる、頑張れるみたいなニュアンスなんですけど、本当にその通りです。あとお値段が結構するので贈り物用に買ってる方が多かったですね。おすすめです。こちらのラクトフィット知ってる方多いんじゃないでしょうか。レモナとかとついでね有名な韓国で愛されている乳酸菌です。味も甘酸っぱくて美味しいので、毎日お菓子みたいな感覚で1本さらっと飲むことができます。これはまず買っといて間違いないです。そしてこちら今回の私のおすすめ、ハルハルピック。ガーグリンって韓国のリステリンみたいなやつなんですけど、それが出してるフレッシュブレスミント、入れ物可愛くないですか。 What's in my bag とかポーチの中身紹介もしたいんですけど、後々ねこういう韓国アイテム、ちょっと秘密アイテムいろいろあるので紹介していきます。続いてはこちら、なんと元ワンダーガールズのアンソヒちゃんとアモレパシフィックがコラボしたブランドですね。すっごいいい香りでした。そしてここからはぶっちゃけ言うとなポイントですね。これ日本でも話題のヌルハイフ、バイオヒールボ、そして可比のマルチバームや、アヌアはね今どこでも買えますよね。魔女工場、私が今使ってるクレンジングもありますし、でフェイスパックも見てみるともう結構ね日本に入ってきてるし、9点でも買えるんですよね。やっぱり買うんだったらこういうちょっと面白い韓国の珍しいおやつとかね、滞在中に食べてもいいですよね。ホテルとかで食べてもいいよね。これヌネティネって知ってますか。韓国だとかなりよく見るんですけど、日本だとあんまりないかな。100均とかに売ってるって聞いたんですけど、うん、パイ飲みみたい。ダシンっていうブランドのタンパク質チップなんですけど、このダシンってブランドがダイエット弁当とかね、ダイエット系のやつをいっぱい出してるメーカーで、私韓国住んでる時こちらのメーカーが出してるダイエット弁当を買ってました。かなりガリガリザクザク、ベーグルチップみたいな。しばらく健康的なおやつ紹介が続きます。こちらも普通にクッキーかと思いきや、甘さは控えめですね。おいしい。日本のこういうタンパク質系のやつとちょっと違うんですよね。おしゃれだよね。こういうちょっとおしゃれで可愛いパッケージのもの、日本でも増えたら嬉しいなって思います。油で揚げてない焼いたトルティアみたいな。こちらはオリアンが推している新ブランド&アイテムのコーナーです。これコスノリのまつげトリートメントとか以前紹介してますし、ムジゲマンションのリップはめちゃくちゃバズりましたね。これもおすすめです。ア
ロマティカも以前動画にしてるんですけど、韓国でも人気ですね。で、私もすごい気に入ってて、もう使い切っちゃいました。ヘアケア製品、特にアロマティカすごいおすすめですね。今回買ったのはキヌアプロテイントリートメントマスクです。すごいね、健康志向なんですよ、ここ。ビーガンコスメで動物実験とかをしてないです。私が韓国に来たら絶対買うのはドクタージャルトですね。本当に推しです。これなんと1枚1000円のパック買っちゃいました。シワが気になるって人、ぜひこれ使ってみてください。これね、シートがちょっと変わってるんだよね。ちょっと映像で伝わらないかもしれないんですけど、顔に本当に密着しますね。ぴったり貼り付きます。セラマイディンシリーズは本当におすすめなんで、騙されたと思ってドクタージャルトのセラマイディンシリーズぜひ買ってみてください。これですね、パックと同じセラマイディンシリーズのラインの、もう数年前からめちゃくちゃ愛用してるクリームです。これ確かもう何年も前にも動画にしてるんですけど、こうやってね、現役で売ってるっていうのはやっぱり人気なんですよ。韓国ってもうどんどんスキンケア商品って入れ替わっていくからね。でも相変わらず人気です。もうそれぐらい韓国内でも人気ってことだよね。日本とか Q10でも買えるものが多いなと思った中で気になったのがこちら。これファヘ1位だったり、オリアン MD's ピックとかを取ってたり、かなり韓国内で評価が高そうなもの、ナインウィッシーズのハイドラアンプルです。これ日本ではそんなに知名度なくて、まだドラッグストアとかコスメストアにないですよね。これも結構良かったです。美容液の中ではかなりお気に入りですね。ヒアルロン酸系の美容液なのかな。知名度はまだないんですけど、これもすごくおすすめです。フィックスミスト、もう一周回ってこれに帰ってきました。一回他のなんかランキング上位のやつを買ってみたらあんまり良くなくって、結局最初に買ったこれが一番いいじゃんということでね。で、あのガスタイプのフィックスミスト買って帰れないので注意してください。こういうスプレータイプで買って帰ってくるようにしてくださいね。そしてこちら、イッピュムコーラルっていう種類の味なんですけど、イートパフューム、食べる香水ですね。ブレスケアみたいなものだと思ってほしいんですけど、結構口から香りがします。ブレスケアよりかなりパワフルかもしれない。本当食べる香水って感じ。韓国料理って結構パワフルだからね、それに対抗できるブレスケアみたいなものです。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。皆さんの韓国旅行の買い物の参考になれば幸いです。よかったらね、チャンネル登録もしていってください。次はアートメイクの動画を出そうと思います。クロン、アンニョン。